宇宙から見たイタリア。イタリア地図1849年のイタリア南部及びシチリアの地図。イタリアの地理では、イタリア共和国における地形や自然など、地理の概略を示す。イタリアはヨーロッパ南部に位置し、イタリア半島はその長靴の形をした特徴的な形状で知られている。国土はイタリア半島以外の地域では、イタリア北部方向にある。 アルプス山脈南部地域や地中海に浮かぶシチリア島やサルデーニャ島などのイタリア半島周辺の島々からなる。総面積は日本の約4、5にあたる301、230キロ平方メートルで、うち0.02%にあたる7、210キロ平方メートルが水域である。陸上国境では西からフランス、スイス、オーストリア、スロベニアと接し、 国内にサンマリノとバチカン市国が存在する。また地中海を挟んで南にマルタ、チュニジア、リビアが東にクロアチア、モンテネグロ、アルバニア、ギリシャがある。国土は山ちであり、大陸との接触部分にアルプス山脈とアペニン山脈があり、両者の間にはポーガーの流れるポー平ーがある。イタリアを流れる川の大半はアドリア海か、 ヒレニア海に注いでおり、自治体同士の境界線となっていることが多い。また、国北部には多くの湖があり、最大のものはガルダ湖である。イタリア最大の島は、イタリア半島南部に近いシチリア島で、2 5 7 0 8トルと地中海最大の面積を誇る。それに続き2番目に大きい島がサルディーニア島であり、 地中海全体でも2番目に大きい島である。また、イタリア国内には火山も複数あり、シチリア島にあり、ヨーロッパ最大の活火山である、エトナ火山や、ナポリにあるポンペイで有名なベスビオ火山などが有名である。イタリアでは地滑り、雪崩、地震、火山の噴火、洪水などの自然災害が考えられるほか、ベネツィアでは地盤沈下も大きな問題となっている。 またに産海洋による大気汚染や農耕業用水による河川の汚染、酸性部、産業廃棄物の処理能力の不足などの環境問題が発生している。北部、中部、南部、東諸部、イタリアの海はすべて地中海の一部分である。ありがとうございます。